軽音機は自転車の搭乗者が周囲の往来へ危険を警告するための音具である。自転車の車両を規定する法規において取り付けが義務化されている。自転車の軽音機にはベル、ホーン、等といった形態がある。特に引き打ちベルが最もよく用いられている。引き打ちベルスプリングベルタンダベルタンダ、ベルベルは金を打ち鳴らす打楽器の構造になっており、引き打ちベル、 スプリングベル、タンダベル、連続ダベル、電磁ダベル等の方式がある。日本では JIST-9451 自転車ベルによって規格化され、引き打ちベル、タンダベル、スプリングベルが定められている。また、国際標準化機構の国際規格として ISO 7636の規定があったが2005年に廃止された。電気的に振動するダイアフラムを 発音阻止に利用した法案が用いられる。日本の道路交通法においては、自転車の軽音機は、自動車や二輪車と区別されておらず、第54条の規制を受ける。この条文では、一項で軽音機を鳴らさなければならない状況が指定され、二項では一項を除く場合において、危険を防止するためやもう得ない時以外の使用を禁じている。この条文は、進路上にいる。 他の自転車や歩行者に進路を譲らせる目的で鳴らしてはならないと返される。イギリスでは、サッチャーの政権下において、取り付け義務の規制緩和が1983年に執行され軽音機のない自転車の販売が認められた。しかし歩行者との出会い頭など自転車が関係する交通事故が問題視され、2004年には軽音機のない自転車の販売が再び禁止された。 ニュージャージー州では100フィートほど離れた場所で聞き取れる、軽音機の取り付けを義務付けている。ありがとうございます。